ソチェタイタリアーナエルネスト・ブレーダ、ペルコ・ストルチオーニ・メッカニケは20世紀のイタリアにおいて重要な会社の一つであった。エルネスト・ブレーダ、C1920-1886 年のミラノでパドバ出身の義手エルネスト・ブレーダにより小さな機械と鉄道の会社、レルベティカが設立されたブレーダは合資会社として始まり、1899年に株式会社、 ソチェタイタリアーナエルネスト・ブレーダ、ペルコ・ストルチオにメッカニケとなった。金属加工、成功、兵器の分野の会社として運営された。1917年には20世紀の研究、育成を行うエルネスト・ブレーダ科学技術研究所が完成し、金属工学の分野で国内で最も重要な研究所の一つのなった1962年に国が関与した新たな機関、 エファームで主要な会社となった。ブレーダは1994年に最終決算され、ブレーダ・コストリツヨーニフェロビアリエは、アンサルド・トラスポルティと融合し、現在フィンメッカニカグループ参加のアンサルド・ブレーダとなり、その一方で、ブレーダ・メッカニカブ・レシャーナは、独立した会社となった。研究所は民営化され、ブレーダ科学研究所株式会社という名が与えられた。 ありがとうございます。